校の看板に花を手向ける男性。20年前までこの学校で教鞭を取っていた堀米拓さん、46歳。教師としての第一歩を踏み出したのがここ大川小学校。かつての同僚や子どもたちが亡くなっているのをニュースで知り、いても立ってもいられなくなりやってきたといいます。宮城県立石巻工業高校、1階部分が水に浸かった校舎では泥の除去作業が行われました。作業に当たったのは自衛隊員のほか50